1973年9月6日、伊豆半島にある伊良崎の海岸で大人の男女2人の溺死体が発見された後、さらに幼い子供2人の遺体が発見されました。4人が発見された近くの崖の上からは、大変迷惑をかけて申し訳ない、親子4人で投身自殺するといった書き置きがあり、その後この4人が一体誰だったのかが判明します。立教大学助教授の大場博義当時38歳、その妻の純子当時33歳、そして6歳と4歳になる2人の娘でした。警察の捜査により遺体の状況などから、4人は発見の2日前にあたる9月4日に崖の岩場から無理心中で飛び降りたとみられたのですが、この大場の死が知れ渡ると、彼の親しい同僚たちはひどくうろたえることとなります。一体なぜか。実はこの大場という人物、この同僚たちに対し自身の教え子の殺害をほのめかしており、絶対に遺体は見つからない、遺体さえ発見されなければ殺人事件として捜査されることはないと豪語していたのです。事の発端は大場とその教え子の関係性にありました。その教え子とは関京子さん当時24歳。2人の関係は1969年、関さんが大学4年生の時、大場から卒論の指導を受けたことから始まります。高校時代には英語の模試で全国1位の成績を上げたことがあるほど、とても優秀だった彼女ですが、自分の進路について、自分はどうしたらいいのか、どうしたいのか、大学から先の進路について毎日のように悩んでいました。それが大場と話すようになり、結果的には彼からの勧めもあり、大学院に進学することを決めます。中学高校と女子校で育ち、大学に入ってからも男性との付き合いがなかったという関さんは、悩んでいた際に触れた彼の優しさに惹かれ、次第に心と体を許し、親密な関係へと発展していきます。しかし2人の関係には大きな問題がありました。そうです、大場はこの時すでに結婚しており、子供もいたのです。そしてさらに大場の心の中は彼女とは全く違うものでした。大場は純粋に彼を思う関さんとは正反対に、結婚してからも助教授という自分の地位と立場を利用して、女子学生に手を出しては別れるといったことを繰り返していたのです。しかしそんなことを関さんが知る由もなく、そして奥さんがいたとしても、自分にとって初めての恋愛、初めての恋人、妻とは別れる、本当に愛しているのは君だけだ。彼女は大場からのこれらの言葉を信じ、身も心も全てを捧げ、二人の関係が続いていきました。そんな関係が約4年続いたある日、大場の妻純子さんはすでに夫と関さんの関係性に気づいており、この日二人が密会する場所を突き止め、子供を連れて突撃することになります。激しく言い争う二人の女性。あなたも何か言ってよ。本当に愛しているのはどっちなの？彼は子供を抱えるだけで何かを言うことなく、ただただうろたえていました。大場博義、二人の女性に取り合いされた人物がこちらです。内向的でおどおどした性格は、子供の頃からそうだったようで、結婚するまでは女性経験もそこまでなかったようですが、妻の純子さんがコーディネートするようになってから、女子学生たちに人気の助教授になったそうです。実はこれまでに大場の浮気が発覚し、妻の純子さんがガスを使って自殺未遂をしたことがありました。そんな妻が浮気に気づき、そして子供を連れて突撃してきた。大場の頭には本人の自殺だけではなく、子供たちも巻き込んだ形で最悪の事態になってもおかしくないといったことがよぎります。そんな大場の心境は、あくまで関さんは遊び、大事なのは家族で、別れるつもりなど毛頭ない。そのような気持ちは口に出さずとも、彼の煮え切らない態度に関さんには伝わったのでしょう。ですがやはり彼女にとって初めてできた恋人、関さんは彼に対する失望感を抱きながらも、それでも彼のことを諦めきれないでいました。この一件があって以来、関さんは大場との関係性に悩み、下宿先で薬物を飲み込み自殺を図りますが失敗。ですがこのことをきっかけに、彼女は徐々に勉学に力を入れるようになり、修士論文の提出期限が近づいた頃には論文のテーマも指導教員も変えると言い出し、留年を選びます。
大場を忘れ人生を再スタートする、そのように見えた彼女。そのまま進んでいけばこの事件は起きなかったのかもしれません。前を向いて歩いているように見えた彼女でしたが、やはり初めての恋、そして自分の一途な愛を受け取ってもらえなかったという、そんなプライドもあったのかもしれません。彼女は大場との関係において最後の手段に出ます。それは大場家族が遺体で見つかる約2ヶ月前1973年6月末のことでした。奥さんとの一件があってからもずるずると関係を続けようとする彼に対し、彼女はこのように話しました。あなたの子供ができた、責任を取って奥さんと別れ結婚してほしい。それを聞いた大場は動揺を隠しきれませんでしたが、やはり家族が大事と判断したのでしょう。関さんには子供を下ろすように求めました。しかし相当の覚悟を持っていたのであろう彼女、こんな一言には負けません。あなたが何を言おうが子供は絶対に産む、そう強く伝え、改めて奥さんとの離婚を要求しました。もともと内向的で小心者の大場、もう彼の手に負える状態ではなくなっていました。そして事態は最悪の方向へと舵を切っていきます。この当時関さんは大場との関係に悩んでいたことや持病の静養もあって、山梨県甲府市内にある彼女の実家にしばらく帰省していたのですが、同年の1973年7月19日治療のために上京し、その日の午後弟と一緒に買い物に出かけ、赤いハイヒールを購入して下宿先である親戚宅に宿泊。そして翌20日彼女は友達に会うので遅くなるという伝言を残し、下宿先を出たのを最後に連絡が途絶えることになります。1日経っても2日経っても連絡がない、これまでの彼女ならありえない状況。そして健康面のことも相まって両親は彼女の安否を心配します。ですが7月23日、2週間ほど旅行します、8月4日には帰りますという21日新宿局消し印の関さん直筆の手紙が実家に届いたことで、あくまで娘は長期の旅行に行っているだけだと信じ込み、捜索願いの届け出を思いとどまることになります。しかしこの時にはすでに彼女はこの世を去っていました。ことが起きたのは関さんからの連絡が途絶えた7月20日でした。この日の午後、研究室を離れた大場は新宿で彼女と合流、そして過去に何度か相引きの場所として利用した恩師とも呼べる細井理教授の別荘へと向かいました。そして彼女が気を許した隙に一気に首を絞め絞殺、遺体を周辺の空き地に埋めると、午後11時頃同僚の女性一人を池袋駅近くの喫茶店に呼び出し、このように話し出しました。蹴りをつけた、君の想像以上の方法だよ。この同僚女性は大場が女性関係で問題を起こすたびに相談していた同僚の中でも年長の人物で、大場が結婚する前に何度か関係を持ったこともある人物です。その女性は大場の言葉を受け、このように返しました。え、どういう方法？自殺？それに対し大場はもっと大変なんだと殺人を示唆します。さらに夕方5時頃から夜9時まで一緒にいたことにしてほしいと、アリバイ工作への協力を依頼します。翌7月21日、大場はこの日恩師である細井理教授が主催する囲碁同好会に参加するため熱海へと向かいました。その一方で大場から話を受けた同僚女性は翌22日、別の親しい同僚らに事実を打ち明け、一体この先どうしたらよいのかということを協議します。絶対に許されるべき行為ではない、しかしだからといって大学や大場と仲の良かった自分たちの名に傷がつくかもしれないから通報もできない。そうして夜が明け翌23日、同僚たちは熱海から戻ってきた大場を呼び出し、事実を再確認した上で自首をするように強く説得します。それに対し大場は、やっちゃったもの仕方がないじゃないか、残ったものがどううまくやっていくか相談しようと開き直り、自首については拒否をしたのです。自分のことをあれだけ愛してくれた彼女なのだから、最終的にあんな扱いをされたとしても彼女は本望だろう、絶対にわからない場所に埋めた、大丈夫だ。彼の驚くべき言動行動はこれにとどまりません。
7月30日には旅行に行っているんだと思いながらも、関さんの安否を心配していた両親に会いに行き、自分と旅行に行っていた、まだ帰りませんかと心配する様子を見せ、両親からの相談を親身に対応し、その心配する心に寄り添い、信頼関係を構築していきます。しかし、関さんが帰ると言っていた8月4日を過ぎ、ついに8月18日、関さんの母親が大学を訪れ、捜索を要請することになります。実はこの時母親は、娘と大場との関係が、赤裸々に綴られた関さんの手記を彼女の部屋から発見していました。そこに書かれていたのは驚愕の内容。一部抜粋すると、私が死ぬか失踪すれば、相手は立教大の大場博義助教授だ。彼には妻と二人の子がある。授業中ひいきにされて近づいた。どうして私を選んでくれないの？彼との時間は幸せなようで、思い返せばその全てが空虚なものだった。結局、先生から得たものは敗北感だけだった。関さんの母親は何らかの形で大場が関与していることを疑ってはいましたが、親身になって相談に乗ってくれていたこともあり、あくまで彼女の自発的な家出だと信じていたといいます。そんな親心に対し、大場は隠蔽工作を続けます。関さんがセカンドスクールとして通っていた日本翻訳専門学校を訪ね、教え子が自分の責任で行方不明になり困っている、クラスメイトの住所を教えてほしいと協力を依頼したり、全国紙に京子さん連絡を待つ父病気博義と尋ね人の広告を出したりし、行方がわからなくなった彼女を懸命に探しているふりをしました。ここまでは大場の思い通りにことが進んでいるかのように見えました。しかし、ついに彼が窮地に立たされる状況が訪れます。それは大場の妻純子さんが関さんの失踪をしたことに起因します。関さんが失踪し自殺している可能性がある。彼の同僚たちからこのように伝えられた純子さんは、その後に自殺未遂を犯しました。その背景には、彼女の失踪には間違いなく夫が関与しているという確信があったといいます。たとえ犯行が発覚しようがしまいが、自身が愛した夫が愛人を殺した事実は決して変わることはなく、自分の人生も家族ももう終わりだ。8月26日、大場は妻の自殺未遂を受け、ついに新学期が始まる前に自首することを考え始めます。翌27日には、具体的にどう進めていくか同僚らとも話し合いをします。そして8月31日、ついに同僚たちに説得され、大場は自首することを決心し、辞表を郵送するとともに研究室の整理を始めました。さらに翌9月1日には、同僚たちは大場と純子さんを離婚させ、妻と子供たちを世間の目から守る段取りをし、そして9月8日に自首することが決まりました。ですが、その翌日となる9月2日、大場は同僚の一人に義理の父親の見舞いに行くと電話をかけて以降、妻子と共に消息を絶ち6日、一家4人が遺体となって発見されることになるのです。大場一家は自宅を去った2日の夜は帝国ホテルに宿泊をし、日曜日のディナーを楽しんでいます。そして3日の朝に東京を離れ、午後3時20分頃に下田東急ホテルに到着。そして4日午前10時頃にホテルをチェックアウトし、最後の場所へ向かったと考えられています。ちなみに心中の場所に選んだ伊豆は、大場夫妻の新婚旅行の地でした。大場一家の心中。それは後に、妻である純子さんの強い意志によるものであったことが判明します。それは、その後に発見された大場の遺書の中に記されていました。純子には、事実については最初から話していた。それ以来彼女には死ぬことしか念頭になくなった。今はただ、彼女の気持ちだけを最後には尊重してやりたい、という気持ちだけが強いようです。その消印は3日、下田郵便局のものが押されていました。その後、同僚の一人が大場の自宅マンションを訪れると、大半の家財道具は撤去されており、その室内には、喪服だけが整然と並べられていたそうです。そして冒頭の通り9月6日、大場一家4人の遺体が発見され、そのことから同僚が真実を語り、本事件の全容が明らかにされることとなったのです。
警察はその後、被害者である関さんの遺体を捜索することとなりますが、犯人と思われる人物がすでに死亡しており、遺体の埋めた場所については全く見当もつかない状態。大場は生前、遺体を埋めた場所については、山かもしれないし海かもしれない、川口湖かもしれないという言葉しか残しておらず、その捜索は雲をつかむかのごとく難航すると思われました。しかし、関さんが失踪する前日の7月19日に、大場が恩師である細入教授から別荘の鍵を借りていたことが判明し、そのことから事態が急展開します。物置からは泥のついたスコップが発見され、また9月19日には、ナス畑の近くから、真新しい赤いハイヒールの片方が発見されます。この遺留品については、7月19日前後に、都内で同じ型番が売られたのは、新宿店の一足だけだったという点に加え、失踪前日に彼女が同店の紙袋を持っていたのを弟が記憶していた結果、これが彼女の所持品であると断定されました。さらに翌9月20日には約200メートル離れた藪の中からもう片方も発見され、また大場が犯行当時に着用していたと思われるシャツや下着も発見されます。いよいよこの周辺に彼女が埋められているのが確実視され、警察は300人体制でヘリコプターや警察犬、ショベルカーも動員し、必死に関さんを探します。ですが、大場の残した絶対にわからない場所に埋めたとの言葉の通り、約2600坪にも及ぶ広大な敷地はどれだけ探しても彼女を発見することはできず、また冬の寒さで地面は霜で固まり、スコップを入れることですら困難な始末。次第に捜索人員も縮小され、ついにはその人員が6人にまで減少し、遺体を発見するのは不可能だと落胆の声が上がります。そんな時でした。ある一人の人物が登場したことで、捜査方針が急激に変更となります。その人物とは、死体は語るで有名な上野正彦氏でした。上野氏は自身の経験から、彼女を発見するには匂い、つまりはフラン臭で見つけるしかないと捜査員に話します。また、これまでの実験から30センチ以上の深さにあるフラン臭は、地面の層に閉ざされ、犬でも発見することはできないとも。これにヒントを得た捜査員は、土壌の地質検査に使う検土錠という土壌に深く差し込んで、その直下の土中を検査するための道具を使い、その先端に付着した土の匂いを確認することで、地道に捜索を続けました。掘っては匂いを確認し、また掘っては匂いを確認する。しかし、その捜査の終了期限は近づいてきており、捜査終了当日の2月28日の午後4時半、捜査終了期限までわずか2時間となったこの時、ついに奇跡が起きます。捜査員たちは連日限界まで肉体を酷使していましたが、ついに剣道場がこれまでと全く違う手応えを示し、彼女を冷たい土の中から救うことができたのです。場所は別荘から50メートル離れた崖下にある藪の中。遺体は洗濯用ロープによって両足で頭を抱え込む形で三重に縛られ、50センチほど掘られた穴に無造作に埋められており、その特徴から関さんであると特定。さらに司法解剖の結果、その死因が絞殺であると断定されました。ただ一点、彼女が大場に告げた妊娠の事実は確認できなかったそうです。そしてそれから約1ヶ月後の3月26日、本件は被疑者死亡のまま書類送検となり、ようやく事件解決に至ったのでした。本件発生当時は、現在よりも権威的に見られていた大学教員による教え子不倫殺人という前代未聞のスキャンダルであり、さらには一家心中という衝撃的な結末から、週刊誌やワイドショーを中心にセンセーショナルに報じられました。それと同時に、複数の学内関係者が真実を察知していたにもかかわらず、内輪の事情を優先して極秘裏に処理することに奔走し、懸命に捜索を続ける彼女の良心を無視したかのような対応は、遺族のみならず社会からも倫理に反すると強く批判されることとなりました。その結果、一般教養部部長と文学部長が責任を負って辞任し、大学総長も事件に関する調査報告書の完成を待ち、約1年後に辞任しました。本件の犯人である大場に対しては何も言うことはありませんが、妻である純子さんの立場と家族としての最後の決意、
また関京子さんの初めての恋への憧れや思いの強さがこの大場という男に向けられてしまったことは悲劇というほかありません。事実は小説よりきなり、本件はまさにその言葉を体現するかのような事件でした。それでは今回は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。